iPad、iPhone でログ撮影のグレーディングをしていきましょう。それでは行ってみましょう。はい、どうも、ひまわりまさでございます。さあ、今日も楽しくカメラのお話をしていきましょう。今日は動画編集のお話をしていきたいと思います。最近 iPad Pro の新型が発売されまして、 iPad で動画編集というですねワードが結構ですね YouTube 上にですね出回ってきております。僕の動画はすべて iPhone SE 2でいつも編集をしております。この iPhone SE 2で 4K の S-Log 3で撮った動画をグレーディングをしながら編集をしております。今日はその iPhone、iPad の編集、特に S-Log のですねカラーの出し方、色の出し方を詳しくご説明していきたいと思います。僕が普段使用している動画編集アプリというものがルマフュージョン、動画編集アプリを使っております。まあこいつがとても優秀で、ほぼほぼの動画編集はこのルマフュージョンでできてしまいます。 YouTube クリエイターで言いますと、ドレスコードの平岡さんとか、アニューカフさんとか、最近ではですねあのドリキンさんもこのルマフュージョンを使い始めてめちゃくちゃいいよというですねお話をしてみます。僕はこのルマフュージョンを大体もうね3年ぐらい使用しております。僕なんでこの3年間のですねルマフュージョンのですね知識や経験がどっぷり入っていますので、それを皆さんにねぜひお伝えしていこうと思います。このルマフュージョンはですねログ撮影の編集も可能なんです。冒頭見ていただいた動画はですね α6500 で撮影しまして、 4K で S-Log 3で編集したものでございます。これの今日は冒頭見ていただいたちょっと20秒ちょっとの短い動画なんですけども、その動画を元にしながらこの S-Log のカラーの出し方をやっていきたいと思います。それでは編集画面に行ってみましょう。それではどうぞ。はい、それではですねまず先ほどの動画、編集していない状態の動画をまずご覧になってください。どうぞ。はい、このような S-Log で撮った動画を先ほどのようなこんな感じの色味に出していきたいと思います。それでは始めていきたいと思います。はい、それでこれがですね僕のですねいつもの編集環境でございます。はい、このですね iPhone SE 2をマウスとキーボードを連動しながら編集するときはこの感じでやっております。はい、自宅ではですねこの手でこう編集をしているんですけども、まあ、こうやってデスクに座った時なんかはこういうのがあるととても便利でございます。で、普段はですねここに、モニターがあるんですけども、この HDMI の変換ケーブルをつけてモニターに出して編集をしているんですけども、
それをしますとですね、この画面収録ができませんので、今日はこの iPhone の方を見ながらやっていきたいと思います。はい、ではですね、まずそのですね、編集画面を開いていきましょう。そしたらこのような、はい、今ですね、これがですね、はい、先ほどの、はい、動画の編集画面でございますね。はい、はい、ではですね、これをですね、ちょっと編集していきましょう。はい、一応ね、このキーボードの方のね、ショートカットキーもね、説明していきながらやっていきます。まずこのように、はいはい、このように選択をする場合は C、 キーボードの C を押しますと、こうやって選択、白い枠が現れます。はい、現れましたら5番を押します。そうしますと、こうやって編集画面が出てきます。はい、これですね。はい、まずこのですね、 S ログを編集するとき、まず初めにやってほしいことがハイライトとシャドウですね。はい、これで言いますと、まずオリジナル、ここをクリック。そうしますと、いろいろな編集画面が出てきますので、僕はいつもこのハイライトの量、これからいじっていきます。これをいじるとどうなるかと言いますと、こう白く飛んだところがクッと押さえられます。こうしますと、意外と肌色なんかもすぐ出てきやすいので、だいたいこれが、この辺かな、はい、0.47 ぐらいに僕は落としました。はい、そして影の量、これがシャドウですね。はい、これによっていろんな色味の影を作っていくことができます。今回の動画は僕はですね、これですね、はい、マックス 1.01 まで落としますと、このぐらいの、はい、影ができます。微妙な変化なんですけども、ここをしっかりやっておくことによって、後でラッと当てた時にすごくいい色合いが出るかは、ここのハイライトとシャドウ、この辺のですね、設定をちゃんとやっていきますと、ラットのノリがすごく良くなりますので。はい、で次に編集していくものがですね、私の場合はコントラスト。ここでコントラストをどのぐらいにするかによって、後々の色合いが変わってくると思います。僕は今回の動画は1.24 ぐらいまで、はい、コントラストを高めました。はい、そうしますと、この辺の影、黒い部分がしっかりと出てきます。はい、そうしましたら、次はサイドと自然なサイド、これを調整していきます。こちらサイドはですね、今回は 1.12 ぐらいまで上げました。はい、はい、そして自然なサイド、これは 0.36 ですね。 0.36 ぐらいまで上げました。はい、このぐらいかな。はい、はい、これで今大体の、はい、色合いが出てるんですよね。はい、このぐらい出てくるといいですよね。はい、これに今度はラットを当てていきます。ラットっていうのは、ここの、これ。これがラットになります。あらかじめ僕はですね、ラットをダウンロードしております。まあそちらのダウンロード方法も後々、紹介していきたいと思います。僕が気に入ってるのは、このアーバングローというですね、ラットですね。はい。で、このルマフュージョンのいいところは、このラットの量も調節ができるんです。これ今、かけた状態は結構マックスな状態で、結構色味がね、きついんですよね。はい、ここまで出るとちょっとやりすぎかなという部分がありますので、これは僕はですね、今回 0.40 このぐらいの量にしました。はい、でこれで僕はこの色合いを調節いたしました。でこっからですね、シネマチック感を演出したいときは、なんだっけこれ、忘れちゃった。どう忘れちゃった。まあ、これで切り取りを選択します。はい。で、この最上部と最下部、こちらをですね、プラス
12.0、はい、12.0 にするとちょうどシネマのこの黒枠が完成するというですね、シネスコープは、シネスコープがこの 12.0 で、なんだっけ、1対何対何っていうですね、割合になってくるので、これを切り取りで最上部と最下部を 12.0 にします。そして戻ります。はい。そうしますと、よいしょ、広がりますね。はい。そうしますと、これがこのような、はい、ちょっと音声は切ります、はい、そうしますとこのような、はい、先ほどのような映像が出ますね、はい、あとはまだこうやって、はい、ログの映像なんですけども、はい、じゃあこれをですねこの全部のクリップに割り当てたいとき、はい、これはキーボードで言いますとキーボードのコマンドボタンと C ボタンコピーをポンと押しますと、ここの情報が今コピーされました。はい。そこから、この四角にチェックボタン。これを選択して、この括弧をですね、はい、やりますと、全クリップが選択できます。そして、この音声派遣を外していきましょう。はい。そうしますと、動画のクリップの全部が選択されました。そうしたら、コマンドと V で、先ほどの情報を貼り付けていきます。そうしますと、ポン、はい、一括で先ほどのクリップが貼り付けられました。なので、このような先ほどとのような色がついたいい感じの映像に仕上がるということでございます。はい。最後のこのクリップ僕気に入ってんですよね、はい、はい、いかがだったでしょうか、はい、そんな感じで、このルマフュージョンでログを編集するときはまずはじめにハイライト、そしてその次がシャドウ、そしてコントラスト、再度自然な再度、そしてラットっていうですね、この6項目を中心に編集をしていきますとログもいい感じで色合いが出ますので、ご自身が撮った映像に合わせてこの順番でですねちょっといじっていただけるととてもいい感じで出ると思います。意外とこのハイライトとシャドウっていうのは意外といじらない方が多いと思うんですけども、ここをですねちょっと積極的にいじってみてください。この2つは結構大胆にいじってあげるといい感じの色が出てくると思います。だけども一番大事なものは撮影の時に、僕は前にもおっしゃったログ撮影のポイントといたしまして、露出とホワイトバランス、これをしっかり設定しまして、この iPhone とか iPad で編集するときはなるべく編集の項目を減らしたいんです。やっぱりダヴィンチとかに比べますと耐性が少ないと思いますので、ノイズリダクションとかもないので、なるべく編集の項目を増やしたくないので、ログの撮影をですねしっかりやっておくといいと思います。前もねご紹介したログ撮影の設定方法、こちらをですねご覧になっていただけるととても簡単にログ撮影ができますので、ぜひそちらもご参考にしてください。はい、今日もですね最悪の滑舌でお送りいたしました。この動画はですね皆さんの参考になればいけないと思っています。やっぱ iPad、iPhone で編集ができますととても生産性が高いです。僕がなぜこの iPhone で編集しているかと言いますと、僕はノートパソコンを持っているんですけども、僕のノートパソコンでは 4K のログ撮影ではめちゃくちゃ重すぎてしまって編集ができません。なのでこの iPhone であれば意外とサクサクに編集ができます。そして iPhone、iPad であればどこでも編集ができます。自宅のトイレでもお風呂でもどこでも編集ができますので、時間がないあなたでもどこでも編集ができますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、この動画ですね参考になれば皆さんね高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、ルマフュージョン最高ですから皆さんぜひ一度使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。